俺は妹に背中を押される形で、K の家を訪ねることになった。幸い、手紙には住所が書いてあったから、そこに向かう。今もいるかどうかはわからない。だが、今手元にある情報はこれだけなのだ。違う。やがて住所に到着した俺は、その表札を見て落胆する。名字は K のそれとは違っていたのだ。まあ、そうだよな。俺はがっくりと肩を落とし、家に帰ろうと思った。だが、その時だ。あの、一人の女性が俺に駆け寄ってくる。もしかして横山くん？それは他ならぬ K だった。彼女はあの頃と全く変わっていない。それどころか年齢を重ねたことでより美しく見える。久しぶり。何を話したらいいかわからない。この8年間、ずっと思い焦がれていた人物が目の前にいるのだ。そして、どうしたらいいかわからなくて、私は泣きに泣きました。俺は横山健之助。勉強とは無縁の人生を送ってきた俺は、高校を出た後、地元の町工場で働き始めた。俺の地元は地方都市だ。都会のようなキラキラしたものは一切ない。そんな土地の町工場だから、俺の日常に洗練とかそういう文字は皆無だ。昨日と同じ今日が延々と続いていく。来る日も来る日も油まみれの作業着を着て仕事するだけ。そんな中、俺の頭の中には一人の女性がいつもいた。それは後に妻となる女性。高校時代誰もが憧れた K だ。いわゆるクラスのマドンナというやつである。卒業式が終わった後、俺は彼女から一通の手紙を渡された。そこには信じられないようなことが書かれていた。高校の頃、俺はいてもいなくても変わらないようなやつだった。成績だって良くなかった。それどころか、下から数えた方が早いレベルの落ちこぼれだったと思う。同窓会に出ても、俺のことを覚えている奴は、ほとんどいないに違いない。当時の俺の唯一の楽しみ、それは、後ろの席に座っている K から話しかけられることだった。美人かつ、性格もいい K は、みんなの人気者。正直、俺なんかとは、比べ物にならないような存在だったと思う。だが、面白いことに、俺と彼女は、3年間、ずっと同じクラスだった。俺、幸せ者なんだろうな。人気者の K から、日常的に話しかけられる。その事実は、俺を幸せにしてくれたし、なけなしの自尊心も満たしてくれた。これ、やがて、卒業式の日がやってくると、K は俺に手紙を差し出した。え、これは、後で読んで。わかった。てっきり告白されるものと思った俺は、帰宅するなり、意気揚々と封を開く。
ったが、待っていたのは悲しい現実だった。今までありがとう。楽しかった。書かれていたのはただそれだけ。他にも何か書かれていた気がするが、ひどく打ちのめされた俺はそれ以上読めなかった。そうか、終わったんだな。俺は初恋の終わりを突きつけられた。気がついた時には8年という歳月が過ぎてしまったが、俺は社会人になった今でも当時のことを引きずっている。はあ、毎日毎日朝から晩まで機械に向き合うだけ。そんな俺に出会いなどあるはずがない。今頃どこで何をしているんだろうな。灰色の日常の中で思い浮かぶのは K の笑顔だけ。だが彼女は俺を選ばなかった。きっと今頃は別の男とくっついていることだろう。ただいま。おかえり。俺は今も実家暮らしだ。夕飯は両親、そして受験勉強真っ只中の妹と一緒に食べている。今日クラスの子からラブレターもらってさ、今時って感じ。あらあら、いいじゃないの。ちゃんと返事を書くのよ。嫌だよ、めんどくさいし。そんな会話がきっかけになったのかもしれない。ふと思い立った俺は、母に高校時代のアルバムを出してくれないかと頼む。別に構わないけど、何かあったの？うん、ちょっとね。アルバムを数ページめくるなり、すぐさま K の手紙が現れた。何それ？だがそれは、俺が改める前に妹から引き抜かれてしまう。大したものじゃないよ。じゃあ見てもいい？ああ。妹が手紙を読み始める一方、俺はアルバムに視線を戻す。写真の中には、K と一緒に写っている、実に冴えない男の姿。こんな湿ったやつを好きになる女なんていないだろう。お兄ちゃん、これ、ラブレターだよ。そんなんじゃないよ。俺は振られたんだ。違う違う。妹は俺の前で手紙を二分割する。今気づいたことだが、俺が知っている手紙の裏にもう一枚貼り付けてあったのだ。そんな。愕然としつつも、俺は自室に戻って手紙を改めて見る。するとどうだろうか。妹が言った通り、手紙はどういうわけか二枚構造になっているではないか。なんてこった。もう一枚の手紙には、俺が望むことが書かれていた。そこには、横山くんのことが好きと記されている。俺バカみたいじゃないか。要するに K は8年前俺に告白していたのだ。後悔と情けなさ、そして無力感、それらが入り混じった感情が俺を襲った。何をやってるんだ、俺は。この8年間、俺は告白されたことに気づかず、日々を過ごしてきた。もしもあの時、俺がすぐに気づいていれば、
こんなことにはならなかった。もしかすると、今頃は、Kと一緒に生活できていたかもしれない。何が書いてあるか、その顔だと、わかったみたいね。ああ、部屋を出るなり、俺は、妹から話しかけられる。しかし俺は、でも、もう何もかも手遅れだ、と告げるしかなかった。そっか、8年もずっと思い続けてたんだね。俺から事情を説明された妹は、笑ったり、馬鹿にするわけでもなく、ただただ、うなずきを返す。すごいと思う。そうかな。そうだよ。私がこの人の立場だったら、すごく嬉しい気持ちになったと思う。だからお兄ちゃん、ちゃんと告白しなきゃダメだよ。いやいや、妹は真顔で言うが、俺は苦笑するしかない。あの頃から、もう8年も過ぎているのだから。それが何なの？お兄ちゃんはずっと好きなんでしょ？それはまあ、そうだけど。なら、行かなきゃダメだよ。これがラストチャンスかもしれないんだから。こうして俺は、妹に背中を押される形で、Kの家を訪ねることになった。幸い、手紙には、住所が書いてあったから、そこに向かう。今もいるかどうかは、わからない。だが、今手元にある情報は、これだけなのだ。違う。やがて、住所に到着した俺は、その表札を見て、落胆する。名字は、Kのそれとは違っていたのだ。まあ、そうだよな。俺は、がっくりと肩を落とし、家に帰ろうと思った。だが、その時だ。あの、一人の女性が、俺に駆け寄ってくる。もしかして、横山くん？それは、他ならぬ、Kだった。彼女は、あの頃と、全く変わっていない。それどころか、年齢を重ねたことで、より美しく見える。久しぶり。何を話したらいいかわからない。この8年間、ずっと思い焦がれていた人物が、目の前にいるのだ。元気にしてた？ああ。本当に久しぶり。ところで、私の家に何か用事でも？君の家？ Kは、うん、と返した。名字、変わったの。そうか。それじゃあ、元気でいてくれよ。俺は、ひどく動揺したが、それでも、ぎこちない笑みを浮かべることはできた。そのまま立ち去ろうとするも。待って。Kは俺の腕を掴んできた。そして、あの手紙読んでくれた？と聞いてくる。それは、俺は即答できなかった。一体どう言えばいいのか。全くわからない。しかし、Kはじっと俺を見つめているから、逃げ道もなかった。うん。だから今日、ここに来たの？ああ。手紙の意味、ようやくわかってくれたんだね。俺は、今さらだよな、と、苦々しい声を発する。Kの顔を直視することができなかった。今更だよ。
遅い、遅すぎる。Kの口調からは怒りがにじんでいた。一体どれだけ長い間私が待ったと思っているの？本当にごめん。許してもらおうとは思ってないよ。でも今は結婚して幸せなんだろう？え？だって名字変わってるじゃないか。泣きそうになりながら俺は言う。しかし K は苦笑いするだけだった。結婚なんてしてない。え、でも名字は。両親が離婚したの。私は母の方に着いたから母方の名字に変わっただけ。そうだったんだ。気まずい沈黙が流れる。それを打ち破ったのは K の方だった。返事聞かせてくれるよね？不安そうな表情を浮かべている K。 この状況で俺が言うべき言葉は一つだけだ。俺と付き合ってください。俺ずっとあなたのことが好きでした。8年分の感情、俺はそれを込めて口走った。ありがとう、ずっと待ってた、ありがとう。長い時間を経てこうして俺たちはカップルとなった。長い長いブランクが空いてしまった。これからは少しずつでもそれを取り戻していきたいと思う。翌週、俺は紹介も兼ねて自宅に K を招いてみた。一つ質問が。K はすぐにうちに馴染んだが、妹が早速質問をぶつけてくる。何かしら。 K さんのような美人がどうしてお兄ちゃんのことを好きになったんですか？それはね、K は嬉しそうに語った。高校の入学式の時、K は亡くなった祖母の髪飾りをその帰り道でなくしてしまった。どうしたらいいかわからなくて、私、泣きに泣いたのを覚えています。そこに通りかかった俺が現れ、事情を聞いてきたそうだ。そして俺は新品の制服のまま速攻に入り、髪飾りを探し出して返したという。そういえば、そんなこともあったな。恥ずかしながら、俺はすっかり忘れてしまっていた。そして K は、こんなに優しい人と会ったことがないと感じ、俺に好意を抱くようになったのだという。このあと、俺たちは今までの空白を全力で埋めようとした。できる限りの時間を一緒に過ごし、半年後に結婚する。思えば、スピード結婚かもしれない。だが、空白の時間のことを考慮すれば、遅すぎるくらいだろう。思い出をたくさん作ろうね。ああ、確かに俺たちは、長い間、離れ離れだった。だが、これからは、ずっと一緒だ。そして、時間は、嫌というほどある。だから、二人で、たくさんの思い出を作りたい。俺も K も、その考えは、同じだった。最後までご視聴ありがとうございます。もしよろしければ、チャンネル登録よろしくお願いいたします。では、次の動画でお会いしましょう。